はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はレイズがエースをトレードしたことでめちゃくちゃ儲けた話をしたいなと思っています。先日レイズは FA の先発投手であるクリス・アーチャーと1年総額650万ドルの契約で合意したと報道されました。このアーチャーの契約に関してはまだメディカルチェックが終わっていないことと、またレイズの MLB の40人枠がいっぱいであることから正式には発表されていないんですが、近いうちに発表されるのではないかと考えています。で、このアーチャーというピッチャーはもともとレイズに在籍していた選手でして、2018年の夏まで在籍していたんですね。なので今回の契約で2年半ぶりにレイズに復帰するということになるんですけれども、このオフのレイズはエースのブレイク・スネルをサンディエゴ・パドレスへトレードし、さらにチャーリー・モートンも FA でアトランタ・ブレイブスへ移籍してしまいましたので、昨年リーグ優勝を果たしたチームから先発投手が一気に2人抜けている状況なんですが、非常に大きな加入となるのではないかと考えています。で、レイズはこのアーチャーをトレードしたことで2018年の夏にめちゃくちゃ儲けました。そのトレードに関して話す前に、まずはトレードの経緯やアーチャーのそれまでの活躍ぶりというところを紹介したいなと思うんですが、アーチャーはもともとインディアンス、それからカブスに在籍していた選手でして、2010年のオフにレイズに加入しました。で、2012年に MLB デビューを果たすと、2013年から頭角を現し始め、この年23試合で防御率 3.22。 この活躍を見たレイズのフロントはアーチャーの今後の活躍を確信したのか、2014年の4月にアーチャーと6年総額2550万ドルの長期契約を結びました。かなりチームに優しい契約ではあったんですけれども、アーチャーはチームの期待通り、あるいは期待以上のパフォーマンスをその後残しまして、2015年から2017年までの3年間で毎年200イニング以上を記録し、さらにイニング数以上の奪三振も記録しました。奪三振率で見ても毎年10を超えていますし、この間オールスターにも2度選出。防御率はちょっとパッとしない感じではあるんですけれども、 FIP など見てみますと少々運に恵まれていなかったということが示唆されていますし、この時期のアーチャーはレイズのエースとして活躍していたと言っても全く間違っていないのかなと思っています。毎年200イニング以上期待できるタフさ、そしてそのイニング数を上回る三振を期待できる支配力、さらには契約も非常に安いことから、アーチャーという選手はレイズのみならず他球団にとっても魅力的な選手でした。アーチャーがレイズのエースとして活躍していた2015年から2017年頃のチームというと、なかなかポストシーズンに手が届かず、チームとしてはどちらかといえばチームの立て直しを進めているような状況だったんですけれども、そんなチーム状況にあってレイズがアーチャーをトレードするんじゃないかという噂は非常に絶えない選手でした。まあ、そらそうですよね。これだけ契約が安くて、でしかもエースとしての活躍が十分見込める。で、おまけにアーチャーの契約はクラブオプションが2つもついてましたので、最長で2021年までチームが保有することができるという点でも、むしろアーチャーを欲しくない球団なんていないんじゃないかというぐらいチームに優しい契約となっていましたので、非常に多くの球団がアーチャーの獲得に興味を示していました。ただレイズ自身もアーチャーの価値が非常に高いことは分かっていまして、相手球団に対してエースクラスの見返りを要求するなど相当高い要求を出していたこともあって、トレードの噂はあっても実際にトレードが成立するというところまではなかなか至りませんでした。で、このような状態は2018年も続きまして、2018年の夏の時点でレイズはポストシーズン争いから脱落していましたので、当然ながらアーチャーのトレードの噂というところは出てきたんですけれども、レイズの要求が引き続き高いことから、それだけの見返りを出す球団は果たしているのかというところも注目されていました。アーチャーは2018年に入って少し成績を落としてしまいましたので、レイズが求めるエースクラスに対する見返りを出す球団なんていないんじゃない、いたんですよね。トレードに応じたのはピッツバーグパイレーツでして、アーチャー獲得の見返りとしてオースティン・メドーズ、タイラー・グラスナー、そして後日発表選手として現在トッププロスペクトという評価を受けているシェーン・バズをレイズへ放出しました。この2018年シーズンの直前のオフにパイレーツはゲリット・コールをアストロズへトレードしていたんですけれども、ただパイレーツは2018年シーズン予想以上にチーム状態は良く、7月末の時点で56勝52敗とプレーオフ圏内まで3ゲーム差に迫っている状況でした。パイレーツとしてはポストシーズン進出も十分狙えると判断したのか、チームにもうワンプッシュするためにローテーションにエースクラスを加えることを決断。で、見返りは決して安くはなく、メドーズにしてもグラスナウにしてもこの時点で MLB デビューをしていましたし、またこの2選手とも怪我だったり伸び悩みの影響で多少評価は落としてはいましたが、それでも元超がつくほどのトッププロスペクトの選手たち で、さらにここに加えてこのトレードの時点でも相当評価が高かったバズを加えるという大盤振る舞いのパッケージでアーチャーを獲得しました。そしてこのトレードはレイズの未来を変えるトレードとなりました。
まずは獲得した1人目メドウズなんですけれども、2013年全体9位指名でパイレーツに入団した経緯を持つ、もともと非常に高い評価を受けてプロ入りを果たした選手なんですけれども、ただプロスペクト時代は怪我に苦しみまして、なかなか期待通りの成長というところができませんでした。ただ2018年にようやく MLB デビューを果たすと、トレードの前まで49試合で打率2割9分2厘 OPS 7割9分5厘と MLB レベルでも十分通用することを証明します。そして翌年2019年はメドウズにとってブレイクイヤーとなりまして、この年138試合に出場してホームラン33本、 OPS 9割2分2厘と一気に長打力もつけまして、オールスターにも選出。昨年はコロナ感染の影響もあってか、19年と比べますとかなりパフォーマンスは落ちてしまったんですが、ただ ALDS では2本のホームランを放ったりと、要所ではしっかり活躍したのかなと考えています。今後もレイズ打線の恐怖のリードオフマンとして、チームとしても中心選手として考えているような、そんな存在なのかなと思っています。彼一人が見返りに入っているだけでも嬉しいような活躍をすでに見せている選手ですね。そしてグラスナーもすでにレイズのエースとも言ってもいいような活躍を見せている選手ですね。2011年5巡目指名でパイレーツに入団している選手なんですが、90マイル後半あるいは100マイルにも届く速球と、それから鋭く落ちるカーブが武器で、非常にエースポテンシャルを持っているという評価を受けて、2017年の開幕前のプロスペクトランキングでは球界全体で9位という評価も受けるような、非常に高く評価されていた右腕でした。ただグラスナーに関してはパイレーツ時代からコマンドに苦しんでまして、2016年の MLB デビューから見ても予視球率が5や6となっていますので、結構フォアボールを与えることが彼の先発での活躍を阻んでいるような状態でした。でレイズへのトレードの直前、2018年シーズンはパイレーツでリリーフをやっていまして、三振は結構奪えていたんですけれども、やはりこの役割でもフォアボールが多くて、防御率は4点台といまいちパッとしないような、そんな成績を残していました。しかしレイズに移籍したグラスナーはチームの指導もあったんですけれども、ツーシームを捨ててフォーシームをストライクゾーンの高めに、逆にカーブをストライクゾーンの低め、あるいはボールゾーンに向かって投げるようにして、ゾーンの高低を生かしたピッチングに切り替えると、これが功を奏しまして、2019年は途中怪我での離脱もあったんですけれども、12先発で防御率 1.78、 悪かった予視球率に関しても2019年は 2.1 と大幅な改善が見られまして、昨年は防御率は少し悪化してしまったんですけれども、ワールドシリーズ第1戦で先発を任されるなど、チームのローテーションの主力選手へと成長しました。このオフスネルがトレードされましたので、現在のレイズのエースはこのグラスナウと言っても過言ではないのかなと思います。メドウズ、グラスナウだけでもお腹いっぱいな感じはするんですが、さらにここにバズがいまして、バズは2017年全体12位指名でパイレーツに入団しまして、現在 MLB.com のプロスペクトランキングで球界全体で90位という評価を受けています。バズは100マイルの速球と、それからスライダーの組み合わせで三振の山を築くピッチングが非常に売りの選手でして、ただ少々コマンドに難がありますので、少し前のグラスナーみたいな状態のピッチャーと言ってもいいのかなと思っています。昨年はマイナーが中止となってしまいましたので、バズの実際の成長状況がどうなっているかというところは何とも言えないところではあるんですが、ただ昨年は代替地のキャンプにも呼ばれたことから、チームとしても非常に高い期待を寄せていることがわかりますし、今後のマイナーでの活躍次第では近い将来もしかしたら 1,2 年以内の MLB 昇格というところも十分あり得るのかなと思っています。ということで、アーチャーの見返りとして非常に優秀な3人の選手をレイズは獲得できたわけですけれども、メドウズとグラスナウの2人をチームに加えて昨年はリーグ優勝で、もしかしたら近い将来このバズが MLB に昇格してきて、それこそグラスナウのようなピッチャーに成長していけば、レイズにとってはこのアーチャーのトレードはこれ以上にないぐらいチームにプラスをもたらしたトレードになるのではないでしょうか。でちなみにこれだけの対価を支払ったパイレーツはどうなったのかと言いますと、パイレーツに移籍したアーチャーは移籍後10先発で防御率 4.30 とまずまずの成績は残したんですが、おそらくチームが期待していたほどのパフォーマンスではありませんでしたし、ポストシーズン進出を目論んだパイレーツは82勝79敗でポストシーズンも逃してしまいました。幸いアーチャーの契約は2019年、あるいは最長で2021年までチームに残すことができましたので、引き続きアーチャーはチームに残ったんですけれども、19年序盤はかつてレイズのエースとして活躍していたようなパフォーマンスを見せてくれていたんですけれども、ただ5月に親指の炎症で離脱してしまうと、8月には今度は右肩の炎症で再び離脱、怪我の影響もおそらくあったのかと思いますが、2019年は23先発で3勝9敗、防御率 5.29 と
キャリアで最悪のシーズンとなってしまいましたし、昨年は胸郭出口症候群の手術を受けた関係でシーズンを全休。パイレーツは昨年の時点でチームを解体する方向へと動いていましたので、アーチャーの2021年のオプションをチームは破棄して、アーチャーは FA となり、今回のレイズ復帰が実現したという形になりました。本当にパイレーツにとっては不憫としか言えないトレードとなってしまいましたね。獲得してきたエースクラスのピッチャーはエースどころか1年半しか稼働せず、で放出した3人の選手のうち2人の選手はすでに MLB クラスでバリバリ主力選手として活躍しているような状況ですし、3人目の選手についても近い将来そうなるでしょう。何もかもがパイレーツにとっては裏目に出るトレードとなってしまいました。今回アーチャーがレイズに復帰しましたので、2018年7月のトレードは最終的にある意味こうなったとも言えるのかなと思っています。パイレーツにとっては本当に悪夢のようなトレードとなってしまい、アーチャーを他のチームに転売することもできませんでしたし、また仮にメドウズやグラスナーが残っていれば、このオフのジョシュベルやはたまたジョーマスグローブのようなトレードを成立させて若手有望株を獲得することもできましたので、本当に何もうまくいかなかったですね。で、一方でレイズに関しては、このトレードが成立した当時のチームはなかなかポストシーズンまで手が届かないような状態でしたけれども、メドウズ・グラスナーが加わった2019年に久々にポストシーズンに進出すると、昨年は一気にリーグ優勝。このアーチャーのトレードで獲得したバズを含めて、現在レイズには楽しみな若手の有望株がたくさん揃っていますので、今後もレイズはコンテンダーとして戦っていけるような状態を築いているのではないでしょうか。エースをある意味2年半貸し出して将来の主力選手を獲得し、チームの未来を変えたレイズ、このあたりのトレードのうまさはさすがと言わざるを得ないですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。